シブラトゲームス。噛むって基本肺呼吸なんですけど、水に入るときは皮膚呼吸でなんとかしてるらしいですね。シメロトです。はい、いつも RTA で成し遂げたい人間です。全部パクって詰め込めばどこからも批判来ないんじゃないかなと思ったんですけどね、ダメですね。私も何か固定の挨拶が欲しいところです。で、話は変わりまして、早速バトベ2周年おめでとうございますと。スタジオマクベの方もね、動画撮影中なので、運営さんも一バトベユーザーの皆様にも楽しんでもらえるような動画をね作っていきますんで、応援よろしくお願いしますというところで、ではさてね、2周年ということで様々なものが追加されていますが、今回やっているのはバトルシミュレーターのサバイバル。運営からの情報によれば、原作を知っている人が楽しめるようにっていうことで、出てくる敵や小隊にはね小ネタがあるそうなんですよね。あんまりバトオペの小ネタって少ないのに加えて、それを発信してくれる人って意外といないんで、今回は自分が気づいた点を数点紹介していきたいと思います。まずタイガーバームって何ぞやって話なんですけども、サイド3の24番地のことで、タイガーバームと呼ばれる観光コロニーのことなんですね。その主スタンパスタン読みにくスタンパハロイって人が、7年戦争で使われてたジオン公国軍のモビルスーツを個人的にコレクションし、まるで美術品のように屋敷に飾っていたそうです。まあ、現代でもねそういう人はいっぱいいますよね。あの重火器なんていうんですかね、ミリタリー系って言えばいいんですかね、そういう系でいろいろコレクションしてる人、いろんな趣味の人がいますよね。まあ、サンパスハロイって人はまあそのうちの一人ということで、ザクワン、ゴック、ズゴック、アッカイという、よく知られた量産モビルスーツに加え、かなり珍しい部類のザクタンク、ゾゴック、アックガイなどがいました。コックピットの中身は最新型に乗せ替えさせられてて、実際に投入することも可能だったということですね。で、今言った通りタイガーバームにいたモビルスーツたちが、あの全部サバイバルに出演してくれているんですけども、あの有名なゲームエクストリームバーサスに出てくるハマンアッカイっていうのがありますよね。で、ハマンアッカイもここで登場してきます。このねサバイバルをよく見てもらうと、ここで出てくるアッカイって他の機体に比べてめちゃくちゃ強いんですよね。スペック面では歩行スピードがね異様に速かったり、緊急回避がねレベル2だったりするんですけど、この機体を動かしてる AI もダウンの後に追撃を入れてくるっていうね、なかなか AI ではやらないことをね、あの平然とやって残る、そこに痺れる憧れる悪怪なんですけども、RTA においてこの悪怪を相手にするのってのはね、避けたいんですよね。あの普通の機体はワンコンで大抵の機体はワンコンで倒せるんですけど、悪怪だけはねワンコンじゃ倒せないんですよ。倒すのにめちゃくちゃ時間がかかっちゃって、利点なんてないんじゃないのっていうところなんですけども、悪怪これ利点があるんですよ。それがこの赤いザクマン、このじゃないな赤いザクマンですね。こちらのね赤いザクマンなんですけど、ダブルゼータの登場キャラクターに、あのすんげえポンコツって言われてた機体ですね。実はこの機体、あのちゃんと原作再現されてまして、めちゃくちゃポンコツです。さっきの動画を見ていただければわかるんですけどもね、あのもう格闘一発で倒しちゃったり、あのビーム3発で倒しちゃったりね、本当にポンコツなんですけども、まあ、RTA においてこのポンコツ度合いというのはね、となかなか有能でして、まあ赤い他を狙わないで悪怪だけ狙うっていうのもまたまたいい戦略なのかもしれませんねという感じですね。まあね、これ以外にもいろんなやり込み要素、トライアルに関しては青の舞台、すみません、原作をね、あんまり見てないんですけどもね、青いモールスーツだったり、カラーリングがね、いろいろ原作に近づいていますのでね、皆さん、ダブルゼータの原作ファンの皆様は、じゃんじゃん、この新バトルシミュレーターをね、やってみていただいて、なんか小ネタがないかなっていうふうに探してみていただけると、とてもこのバトオペ2 2周年のイベントをねもっと楽しめると思いますのでね、これからもバトオペ2 2周年どんどん楽しんでいけるんじゃないかなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあバイバイ。